ありがとうございます。ジョギングイベント、ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトです。えーですね、これまでちょっとやってきました、正しい仏教、八個の心情を読み解くシリーズということでね、原田祖学先生のね、正しい仏教というこの小冊子のですね、読み解いていくというシリーズでですね、今回第3、3つ目の項目、生命持続というところに行きます。 えー、実はですね、えー、多分私が思うにここの部分がですね、一番肝心要のとこだと私は思っております。で、えー、そこを読み解いていくわけですけども、えー、できれば10分の範囲内で収めたいなと思っておりますが、えー、どうかなということで、一つよろしくお使いのほどお願いします。えー、っとですね、えー、この生命持続のところの項目のところにですね、えー、原田祖学先生がですね、言っているのが、えー、この原田祖学先生は、 えー、少年時代からこのね、生命の持続、ね、生命の持続について、えー、命がけの苦しみをしてね、えー、いろいろあちこちに聞いてまったと、えー、その中について自分、自分が一番納得できたのは、ね、えー、生命が続く、ね、生命の持続について、そのような問題は、ね、悟ればすぐに解決できる、という、 答えが一番こうね、納得できたということで言ってらっしゃるんですよね。さすが、原田学先生ですよね。これを聞いて、なるほどって思うわけですからね。私たち凡人はね、<laughs> あの、こんなこと聞いてもね、全くわかりません。ということで、えー、アミリンが、この、えー、生命の持続、ね、命はどうや、どのようにして持続していくのか、命は永遠なのか、 有限なのかということを、そのような問題をね、悟ればすぐに解決できるということでね、えー、アミリンガン、えー悟り、悟りの領域にチャレンジしています。ということでね、やっていますよ。えっ、ー、と、前回まも、ね、ちょっと YouTube の中で出したんですけどもね、えー、こういうねうん、えー、図がね、三角形の図がね、えー、書いてあります。でこれがね、 えっと、できるだけこの図もね、わ、えー、かりやすくね、えー、できればと思って書き直してみました。ね。えー、いきますよ。じゃん。ね。まずね、うんとね、式ね。えー、人間の意識とかいう式ですね。ね。は、えー、前、前、六、 全六式、第七式、第八式、第九式っていうことで分かりますよっていう、これ仏教の教義みたいなんですよね。で、えー、その中でね、えっ、ー、と、この原田蘇学先生がね、この第六式とは何か、第七式、第八式、第九式とは何かっていうことをね、原田蘇学先生なりにね、分かりやすく表現している文、えー、言葉があります。それが、この黄色の言葉ですね。この全六式。 全六式っていうのはね、がん、に、び、ぜ、しん、いのことですよと。ね。目。み、目。耳。<laughs> 鼻。舌。で、体。体。ね。い。ね。このことですよ、ということですんですよね。で、えー、まずこれから行きましょうね。えー まあ結局あの、ね、私たちのアミリンの体とか体いうことですね。でこの中にね、意が入ってるんですね。意識とかいう意、ね、意見の意ですねで。これはですね、アミリンワールド的に言うとこの頭脳の,頭脳の部分なんですね。頭脳が、えー、頭の中でアミリンがね、俺はアミリンだ俺はアミリンだ、ね、と思っ,て思ってるんですね。これがこの 全6式の親玉である頭脳ですね。頭脳がこうね、えっ、ー、と、ね、体をね、コントロールしていると思ってますよね。私たち、コントロールしてます。頭脳がね。ということで、第6式は、イコールアミリンワールド的に言うと、頭脳ということに落ち着きます。とりあえずね。で、えー、その次の第7式。第7式っていうのは、えぇ、ー、ハード・ソ先生の表現によると、伝令係。 ね。伝令係。伝える係。ということで書いてありますもう一つの表現として、上皇不断のがということで書いてありますね。伝令係ってわかりますよ。伝えるところですね。中継、中継係ということですね。で、上皇不断のがっていうのが、えー、永遠の、永遠の我、ね。永遠の,永遠のアミリンですね, <laughs> ね。で、これを、リンワールド的に言うと、ここのね、 腸脳、丹田のところにある、あるところが、これががと。え第7式で、蝶脳、丹田が、アミニンワールド的にう第7式がこう結びついていきますよ、ということですね。でね、え第8式っていうのが、原田先生の表現では貯蔵庫ということになってますね。貯蔵庫。ね、わかりますよね。貯蔵庫。で、これはアミニンワールド的に言うとね、 えー、アメリンの正体である光の波のが束になってる分ですね。が、こうね、丹田、超能から出てね、えー、宇宙に出ていってね、で、また宇宙情報を手に、手に、えー、元にしてまた丹田に、丹田に帰ってきてますよっていうことね。この丹田、超能と宇宙の間を往復している、循環している光の波。 正確に言えば光の波が,波が束になっているものこれがアミリンの正体ですよと話をしてますでこれがこれが貯蔵庫ということなんですねアミリンの貯蔵庫 <laughs> アミリンの貯蔵庫なんですねということですで第9式第9式っていうのがハ、えード素学先生の表現では宇宙的絶対ということになっています宇宙的絶対ということですねで、えー、アミリンワールド的に言えばね えこのね、アミリンの正体であるね光の束がね、循環して、循環していっている先のね、光あまねく宇宙ですよと。この第9の宇宙的絶対がね、光あまねく宇宙ですよと。でね、その光あまねく宇宙はね、のこの本によると、大海洋、ね大海原ですよということになってるんですね。えわかりますかね。で、こ,でここで肝心なのはね、 えーとがね。が我というのが頭脳のがと、ね、腸脳、丹田のがと2つありますよということなんですよね。で、実は大元のがね。えー、人間が、ね、受精卵からこのアミリンという人間まで育ち上がる育ち上がる元のがはここでありますよと。またねあの、えー進化、進化的にね。 え、アメーバーみたいなね生物からね、え、人間みたいな高等生物にまで至ると、過程の中で、そのね、一番最初にできた、まあ、あの、腸、ね、消化器官がね、え、一番最初に、えっと、一番でき、最初にできたニューロン、ニューロンね、神経細胞は、この腸なんですよね。で、ここは、あ、ですから、ここが、腸脳イコール単伝のところの画が,が、 えー、第一のが。ね。それに対して、頭脳っていうのは、ね、終わりの方になってできた、えー、末端神経、超肥大症の神経細胞が脳ですから、これは第二のがということになります。この二つが、二つのががありますよっていうことで、ね、もう一つが、もう一つ第二のが、えー、このね、えっ、ー、と、第七、第八、第九というのは、 永遠でですすよよということなんですよね第,第7ねここの、えー、がここの丹田のがとねアミリンの正体のね光の,光の波とね宇宙的絶対のこの宇宙は永遠に続きますよとだからねアミリンが死ん,だ死んで亡くなる部分はここなんですよね アメリ,リの目がなくなります。体がなくなります。耳がなくなります。で脳みそがなくなります。ということは、脳みその、脳みそで働いているガは死ねばなくなります。ガですけども、この丹田のところにあるガというのは、ねえー光の光、光の波を通して宇宙とつながって、その宇宙は永遠ですから、ね、このガも永遠に続きますよということなんですよ。わ、ね、かりません ですからね、えー、この画的に言えば、人、寿命が尽きてしまえたら、ね、亡くなってしまいますが、こちらの丹田の画的に言えばね、永久不滅なんですね。すごいでしょね、ということが、えー、悟ればすぐに解決できるということでした。解決しました <laughs> えー、まあね、えー、まあ、ゆっくりゆっくりね。 え、一緒にね、勉強していけたらいいなと思っております。それでは、Have a good day! バイバイ